では女性ホルモンバランスプランナーの烏山真澄と申します。よろしくお願いいたします。私たちにすごく大きな影響がある女性ホルモンというのは一体何だろうというところで、基本的には女性ホルモンとはエストロゲンとプロゲステロンのこの2つのサイクルで生理が来るということですね。排卵していいよという脳君からの指令があって初めて排卵できるんですね。本当に女性ホルモンに悩んでる方でも悩んでない方でも、女性の場合は自然なリズムで排卵が起き月経が起きっていうのを毎月毎月してますから、それをこう上手に生かして、で前向きに捉えて楽しく過ごしていただけると、本当に一生の女性の一生まで変わっていくと思いますので、生かせていただけるといいかなという形ですね。